はい、こんにちは。さあ、今日は鎌倉の3番武士の暮らし、それとまあ農民の暮らし、こんな感じだったよっていうお話をして、4番こっちがね、いやーめんどくさいかもしれない、鎌倉文化。さあ、じゃあ行くか。ちょっともう髪の毛がなんか長くなってきたな。まあ短いか。いやでもね、ちょっとあんまね、長いの嫌なんだよ。はい、じゃあ3番いきましょう。もういいでしょ。時代は絶対最初と最後、これも絶対必要だから、入試で。だから時代の区分、最初何年、おしまい何年、これは絶対頭の中に入れる。さあ、じゃあいきましょう。最初、鎌倉、いい箱。いい国作ろう、鎌倉幕府から、いい箱作ろう、鎌倉幕府になっちゃった。で、終わりがフィーバーしてる。1333年ね、ここでおしまいっていう形。さあ、じゃあ今日は武士こんな暮らししてたぞと。ちょっとさ、もうさ、穴埋めここないんで、緑で線だけ引っ張ろう。まずは屋敷内、まあ自分の敷地だから庭だよな、簡単に言うとな。そこに犬ね、これを飼ってるとね。なんか変なやつが入ってきた時、よーんって噛みつくと、まあ、番犬みたいな役割な。要は犬飼ってる。俺ね、犬ね飼ってないんだよ。飼いたいと思ってた、すごく犬。どっちかっていうとね、猫より犬派なのかな。でもさ、なんかさ、お亡くなりになっちゃった時にちょっとなんかすげえ衝撃を受けそうだから、ちょっとなんか飼いづらい。なんかなんかこんなになってそうだから。ハムスターは飼ってた。もういなくて絶滅した。はい、じゃあね、そして次、館の周辺に堀。だからまあこれも同じだよね。外から人が来ないように、まあ堀を作ったってことだ。すぐに侵入できないように。で、さらに門の上ね、門の上でも横でもいいんだと思うんだけど、弓矢とか盾を置いといたぞっていうこと。だから何かの時にすぐ攻撃できるようにするってことだ。で、そして笠掛けって言います。笠掛け、ね、これ一体何。それと次、流鏑馬って言います。笠掛けってね、遠くにある的をバコーンって弓で撃つ。で、流鏑馬ってこれテレビで見たことない。なんか人間が馬に乗ってて、乗ってって、で、途中の的があるから、それをね、馬に乗りながらバーンって撃つってやつ。こんなのが武士の暮らし。そんなすげえ聞かれるようなポイントでもなさそうな気がするけど、まあ犬飼って堀巡らして、門の上に弓とか立って置いといて、で、笠掛けとか流鏑馬っていう、まあ武士のたしなみだね。ああ、こういうのやってましたよっていうこと。さあ、じゃあ農民、これが地獄だ。はい、まず朝廷、だって朝廷あるでしょ、京都に。で、幕府、これあるよね、鎌倉に。でね、朝廷から国ね、なんちゃらの国って、相模の国とか武蔵の国とかね。で、その国に国司を派遣してね、これが国を取り締まる人だ。で、鎌倉幕府も国ごとに取り締まるやつを置いてるわけだ。国ごとの警察みたいな。はい、それですよ。守護、これを置いとくわけだよ。だからさ、二重支配だよね、要は。朝廷から国司がいるでしょ。で、鎌倉幕府から守護が派遣されて、ここでね、二つ牛耳られてるってことだ。で、さらに荘園私有地、はい、朝廷からは荘園領主ね、管理人さんだ、荘園で。鎌倉幕府にも荘園の管理人いたよね、守護とセットで。はい、守護、はい、地頭が置かれてたわけだ。だからここも二重支配なわけだよ。で、地獄って俺が言ったのは、まあ、マジで地獄だわ。だって荘園、まあここでさ、私有地なんだけど、まあ自分でここでなんか物を作ったりとかすると当然取られるわけ。何をって言ったら、これを取られるんだよ、年貢。まあ今で言うと、簡単に言うと、まあ税みたいなやつだな。これを取られちゃうわけだ。で、朝廷とかね、または有力な神社とかね、そういうところに納めなきゃいけないわけで、地獄なのはこっちにも納めるんだよ、鎌倉幕府に。だから
2つに収めなきゃいけない。1個でもさ、ってなるのに、こっちにも持ってったら俺んとこにも持ってこいってなるわけだ。だからもう、女だから絶対嫌だろ、こんなの生まれたくないよね、ここで。いやでもこういうのあったんだっていう、当時な。まあ昔は昔、今は俺ら関係ねえよ。確かにそうだよ。でもまあこんな時代もあったんだぞって。まあこれちょっと頭の中に入れておきます。はい、で、そして、鎌倉時代、ね。はい、農業。鉄製の農具。だから、鉄で作った農具が普及する。そうすると頑丈、長持ち。今までは木だったんだよ。だからすぐ腐りやすいし、壊れちゃう。これが鉄になったぞ。ちょっと、赤、次引っ張っておくか。はい、それと、あとは、なんちゃらが普及しって書いてあるけど、これね、牛馬。まあ、要は鉄の農具をさ、なんか紐かなんかでくっつけて、で、牛とか馬で引っ張らせて、で、畑とか耕すって。はい、こんな感じ。で、さらに、二毛作が広まった。広まったっていうか、始まった。二毛作って OK。はい、年に2回、違うの作るやつね。これ二毛作。はい、だからお米と麦とかね。そういうやつだよ、二毛作って。はい、こんなのが鎌倉時代、始まったぞって。二毛作。これね、意外とね、ちょっとね、重要なんだよな。入試でね、ちょいちょい聞かれないよ、二毛作が始まった。ね、はい。で、さらに、商品として売ることができる、品物。商品作物って言うんだけど。だから、物が売り買いされるってこと。で、どこで売り買いするって言ったら、まあ、月に何回か開かれる、決まった時に開かれる定期市。はい。こんなので、物が売買されるとか。だからその時に使われたのがお金だ。銅のお金、銅銭。こんなのが使われて、さらに、氷菓子。氷菓子ってわかる？これね、お金貸すところ。こんなのも現れたぞと。ちょっと引っ張っておくか。そして、ここの年貢。これ、年貢を運ぶやつら。これをね、問いとか、または問い丸。はい。こんなやつらがいたと。まあ、要は運送屋さん。はい、それと、あとは、ザと呼ばれる同業者の組合。まあ、一番の例えでいくと、今で言うと、農家をする人たちの組合が、農協ってあるでしょ。なんか聞いたことあるでしょ。そういうような感じで、同じ仕事をしてる人たちの集まった組合のことを、ザって呼ぶんですよ。で、そこの組織に入らないと、なんかね、営業できない。だからこいつらで営業独占しちゃう。こんな組織、ザのっていうのが出てきたよということでですね。はい、ということで今日は、まあ、こんな感じで3番は終わりなんですよ。そんなにすげえテスト出るかって言ったら、そんなメインではない。ただ、出されちゃった時に、覚えてた人と覚えてない人で、ちょっと差が出ちゃうところかもしれない。次、鎌倉仏教頑張りましょう。はい、じゃあ終わりです。さよなら。